すぐはカルオのお暇なら映画でも。キンコンカンコン。キンコンカンコン。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはです、今回はですね、長丁場になる予感ということをふつふつと感じております。パーフェクトブルーですね、まあ、名作中の名作というふうに言っていいと思いますけれども、このパーフェクトブルーは1997年公開だけど、まあ日本公開は1998年ですね。97年、前年に、映画祭で上映されたんで、まあ、公式的には97年公開ということですね。監督はコン・サトシと、天才コン・サトシということで、脚本は村井貞之さんですね。まあ、結構よく見る名前ですよね。面白いアニメとか見ると結構出てくるかなという感じがしますね。でこれ実は原作があって、竹内義和さんのパーフェクトブルー完全変態という小説が原作なんですよね。まあ、この作品ね、パーフェクトブルー、コン・サトシ初監督作品ということなんですけれども、原作と映画はこの全く別物ということみたいです。コン・サトシ自身原作を読んでいないということで、まあ、すごく原作に沿ったあらすじというか、まあ、そういったものを読んだことはあるということみたいですけどね。で原作者自身ももう中身全部変えても大丈夫だよというふうに言ってくれたということで、まあ、コン・サトシは原作を読まずにこの映画を撮ることになった、まあ、映画っていうか最初は映画じゃなかったんですけど、なんだか知らないけどトントン拍子にうまくいって、最初は OVA のつもりだったけど映画になったみたいな、そんな感じらしいですけどね。まあこの竹内義和パーフェクトブルー完全変態ね、僕も読んでみようかなと思ったんですけど、まあこれ現在ね絶賛絶版中ということで、プレミア価格になっております。7000いくらとかだったかな、8000円近くの値段がついていて、いいやと。なんか原作全然関係ないらしいし、いいやと思って僕原作読んでおりません。もし気になる方いたら読んでみたらいかがでしょうか。プレミア価格で販売しております。ということでこのパーフェクトブルーね、非常に面白いんですけれども、まあ、結局マネージャーのルミちゃんが黒幕だったっていうのは、まあ見てれば分かりますよね。でそこは分かるんだけど、それ以外のところが一体何だったのかというのを、まあ、今回考えていこうというふうに僕は思って取り上げたわけですね。まあ頭がこんがらがりました。ああ大変だった。未だにこれでいいのかどうかもよく分かってないというところもありますけれども、まあこういう映画だったなと一応結論に達して、じゃあ録音しようということになりました。長くなりそうです。なんか誰かね、切り抜き動画最近流行ってるじゃないですか。あれってどういう仕組みなんですかね、よく知らないんですけど、切り抜きってどうなの。僕の動画長いんでね、まあちょっとどういう仕組みになってるのかも僕自身分かってないんであれですけどね、まあしょうがないですね。ちょっと長いことを覚悟して皆さん聞いてください。よろしくお願いします。ということで本編に入っていきましょう。まずなぜかヒーローショーからこの物語は始まるということになっていましたね。まあ全く映画の内容とは無関係な感じがするんですけど、これ注目するのはですね、このヒーローショーを見ていた子供たちのセリフですね。テレビとは違うよなーとか、チャチーもんなーって言いながら文句を垂れている子供という可愛くないやつが出てくるわけですけれども、このセリフのためのヒーローショーだったわけですね。まあ、ヒーローショーっていうのはやっぱテレビとはなんか違うわけですね。なんかこう皆さんも見たことある方はわかると思うんですけど、なんかこう複雑な心境になるんですね。まあ、例えばウルトラマンだったら人間サイズのウルトラマンが出てくるし、戦隊ものなのにラストね、戦隊ものって大体ラスト巨大ロボットになってロボットで戦うっていうのがお決まりであるんですけど、その巨大ロボットは出てこなかったりとか、声とかね音は BGM とかスピーカーから出てくるし、もう最初から変身してるし爆発は煙だけだし、そもそもこのなんでステージの上で観客の前で
敵と戦ってるのかっていうのもなんか微妙だし、時間通りに始まって時間通りに終わるし、なんか違くねって思うんですよね。僕はそれで乗れなかった子供だったんですよ。他の子供たちみんなね、はしゃいで頑張れとか言ってる子供たちを僕はどっちかっていうと羨ましく見てたみたいな、そんな感じですね。親とかにほらなんとかがいるよ頑張れって言いなさいとか言われても、あーはーみたいな、そんな感じの子供だったんですね。まあ別にテレビが本当本物だというふうには思ってはいないとは思うんですけど、ただ目の前のこのヒーローショーが本物とは明らかに違いすぎるというのは感じていたわけですね。子供ながらに感じるこの現実、今ある現実、目の前で起きているヒーローショーっていうあの現実とテレビの中の虚構というものの狭間に対する戸惑いみたいなものが多分僕にはあって、それを感じる子供って多分いっぱいいるんですね。まあ、例えばごっこ遊びとかが、同じようなもんだと思うんですけど、まあ、またはおままごとね、本人たちやってる本人たちにとってはとてつもなくリアルなんですよね。だからスペシウム光線をビーってやったら怪獣は倒れなきゃいけないのに、それを大人とかがなんかふざけて聞きませんとか言ってわーってやったりするとめちゃくちゃ子供が怒ったりするわけですよ。いや聞かないとかないから早く死んでみたいな、そんな感じになるんですよね。でも自分の中ではいここまで、はいカットっていうのがかかると、じゃあ次お父さんがウルトラマンねみたいな、僕ゼットンねみたいな、そういうことを自分の中でカットがかかると現実にちゃんと戻れるみたいな、カットかかる前まではごっこ遊びだということは分かっていても真剣にやってるみたいな、そういったところが、まあ、あったと思うんですよね皆さんもね。だから子供っていうのは意外とですね、このそういう現実と虚構っていうのを区別は、まあ、ついているんじゃないかなというふうに思うんですけど、でもそれがもし他人がやっているごっこ遊び、自分は傍観者で誰か向こうの方でごっこ遊びをしている子供たちというのを見た場合、あいつら何やってんだろうというか、このなんていうか現実と虚構の区別が曖昧になってくるというか、そういったところが、まあ、あるんじゃないかなというふうに思うんですよね。このテレビで見ているのとなんか違う、本物なのに偽物であるこのヒーローショーっていうのは何かが違く感じるっていうふうに子供が感じるというものを、表現するために一番最初ヒーローショーというものからこの映画は始まったんじゃないかなというふうに思います。ということでね、まあ、次チャムのコンサートになって歌が始まって、まあ、パーフェクトブルーっていうタイトルが出るということですね。パーフェクトブルーっていうタイトル、これなんだかよくわからないわけですけれども、まあ、ブルーといえば憂鬱というのを表す色ですよね。ただこのパーフェクトブルーは完全な憂鬱というふうに考えれば、まあ、本作の場合ね、一番憂鬱だったのはきっとルミちゃんだろうということになるんで、実際のところのこの映画の主役というのはルミちゃんだったんだろうというふうにまあ思います。実際ルミちゃんが主役っていうところもあるしね、そういったことかなというふうに思います。で電車の中で、チャムの音楽を聴いているミマというシーンが出てきますよね。まあ、ライブのシーンと電車で、帰宅しているシーンがこう交互に映るみたいな、そんな感じになるわけですけれども、この電車の中でチャムを聴いているミマというのはチャムに未練があるのではなくてですね、今日でチャムとはお別れよということを意味して、聞いているんだというふうに思います。今日以降はもうチャムのことは一切忘れますみたいなね、そういった決別のシーンかなというふうに思います。僕はね、まあ、これから何度も言うかもしれないんですけど、ミマはチャムに未練はないと、一切ないというふうに僕は思っていますので、よろしくお願いします。でまあ、この一番最初ね、ライブのシーン、帰宅のシーン、ライブのシーン、帰宅のシーンっていう風に交互に場面が入れ替わっていく中で、一つだけですね、ライブよりも過去のシーンっていうのが出てくるわけですね。それがミマはチャムを辞めて女優になるっていうのはどうだいという風に田所社長が提案しているっていう場面ですね。田所は連ドラのレギュラーの話が来ているんだというふうに言いました。するとルミちゃんはですね、歌との兼業だっていいじゃないですかというふうに言っているっていう、あの話し合いのシーンですね。あのシーンは、まあ、随分前の出来事なわけですね。でなんでこのシーンがここに挟まれたのかというと、この時の会議、
の中でミマはチャムの卒業というのを自ら決めたというシーンなわけですね。だからミマにとって大切なシーンだからここに入っているということになると思います。まあミマがなんで卒業をすることを決めたのかっていうのはちょっと不明なんですけれども、まあ多分ミマの中でチャムというのは限界だろうなというふうに感じていたというのがあったんだと思います。それとまあ以前ね1回とか2回とかまあ何回やったか分かりませんけど演技の仕事をしてそっちの演技の仕事が楽しいというふうに感じた、まあそういったことがあったんでしょうということですね。実際問題としてチャムのミマ卒業、まあチャムのセンターなわけですね。ミマはチャムのセンターであるミマの卒業というのは明日の新聞に載るかどうか微妙なラインのグループなわけですね、チャムっていうのは。まあ今だったらヤフーニュースには載ると思うんですけど、ヤフーニュースって誰それっていうニュースいっぱい載るんで、ヤフーニュースあったら載ると思うんですけど、この98年当時はおそらくですね新聞に何か空きがあって埋めなきゃいけないという場合に、じゃあこいつがなんか売れないアイドルが一人卒業したらしいから 2,3 行の記事載っけとくかっていうぐらいのチャムなんですよね。だからそんなチャムでずっとやり続けているっていうのはミマにとっても多少不満もあったんだというふうに思います。プラス役者演技が楽しいというところがあったっていうことですね。ミマはもっと輝きたいというふうに思っているんだろうということですね。この話し合いの時にルミちゃんがですね、だってミマの気持ちがっていうふうにルミちゃんが言ったんですね。この時にミマは目でというか、反応をしているわけです。だってミマの気持ちがって言った時にハッっていう顔をミマちゃんはしているわけですね。まあこのルミちゃんのセリフはだってミマの気持ちが最優先じゃないですかっていう意味ですよね。それはつまりミマはアイドルを続けたいと思っているのにチャムを卒業させて女優をやらせるなんてひどいじゃないですかっていうふうにルミは言おうとしているんだけど、これにミマは反応してルミちゃん私チャムを卒業して女優になるっていうふうに多分言ったんですね。だからミマにとってチャムっていうのはもう過去のものなんですよ。チャムよりも女優の方がやりたいっていうふうにミマは思っているってことですね。でこの席でミマはそれを宣言したということになると思います。だから事務所の意向で本当はやりたくない女優をやらされているわけでもないし、本当は卒業したくないチャムを卒業させられたわけでもなくて、ミマは自分で女優になりたいというふうに宣言したというふうに考えていいと思いますよ。さてチャムのミマ引退ライブが行われているわけですけれども、まあ異彩を放っているのは内田警備員ですね。ミーマニアさん内田警備員です。まあ内田っていう名前は劇中には出てこないんですけど、まあ内田ということですね。非常に鹿っぽい顔をしていますけれど気持ち悪いですね。内田警備員よくあのデザインにしたなという感じがしますけど、内田はまあ内田なんですけど、彼はですねアイドルミマの熱狂的ファンの象徴だというふうに考えていいんじゃないかというふうに思います。まあ内田は内田で内田は一人なんだけど、内田の後ろには同じようなファンたち、まあルミちゃん含めですね、同じようなアイドルミマのファンたちというのが無数に存在しているんだよということを考えていいんじゃないかというふうに思います。ということでまあ私は卒業しますとなってですね、お家に帰ってファンからもらったファンレターを読みつつ、家にあるチャムのポスターを剥がしつつくつろぐというミマになりますよね。この時アイドルのミマとはさよならだというふうに言っていましたね。でファンレターを読みながらずっと歌い続けてくださいかそうはいかないのよねというふうに言っていましたね。このミマのね喋り方非常にバカっぽいですね。これはねナイス演出だというふうに思います。このミマのバカっぽい喋り方はおそらく意図してやってると思うんですけど、これが非常に効いてますね。このミマのバカっぽい喋り方があるからお客さんたちは混乱するというところがあるんじゃないかというふうに思いますけど、まあこの一連ですね、アイドルのミマとはさよならだとかずっと歌い続けてくださいは無理だよというのは、ミマはチャムに未練を感じてはいないということを強調している場面だというふうに思っていいと思います。まあここで母親から電話が来るわけですけれども、その時も特にですね
そんなこと言ったって事務所がこうしろって言うんだからしょうがないじゃないとか、本当は私だってチャムをやめたくないけどこうするのが一番いいのよとか、そういったことはまるで言ってませんね。ミマはですね、チャムを卒業したいと思って卒業したんです。そしてミマは女優になるわけですけれども、ミマは女優が嫌なんだということは一言も言っていません。思ってもいません、ここ非常に重要なとこです。ミマは女優が嫌だと思っていません。この映画見た皆さん、ミマは本当は女優になりたくない、チャムを続けたいと心の中で思っているんだというふうに感じている方いたんじゃないですか。どうですか、ミマはそんなこと思っていないと思いますよ。ということで、裏切り者のファックスが届くということですね。まあこれルミちゃんの仕業なわけですけど、この映画に出てくる犯罪行為はほぼほぼルミちゃんのものというふうに思っていいということですね。まあ全部がルミちゃんかどうかっていうのはちょっと言い切れないところはあるんですけど、まあほぼほぼルミちゃんの仕業だということですね。ということで、あなた誰なのですね。まあこのファックスからの流れでドラマの撮影現場になって、あなた誰なのっていうね、非常に面白い演出だったわけですけれども、このあなた誰なのっていうのは映画の中のドラマですね、劇中劇のダブルバインドという作品の中のミマのセリフということですね。まあこのあなた誰なのという言葉がキーとなって、物語はもう混沌に陥っていくということになるわけですけれども、このあなた誰なののあなたですね、このあなたというのは何を指しているのかというと、映画全体でですよ、ドラマの中のあなたじゃなくて、この映画全体の中でのあなたというのは何を指しているのかというと、ミマがですね、私はミマだと認識しているもの以外の全てに対しての呼びかけとして、あなた誰なのというふうに言っていると考えていいと思います。ミマは私はミマ、私はミマなんだけど、あなたは誰なのみたいな、そういうことですねちょっと分かりづらいと思うんですけど、そういうことだというふうに考えてください。ということで、ダブルバインドというドラマですね。ダブルバインドっていうのは、そういう言葉があるわけですね、まあ、心理学用語というか心理学に関する用語という感じですね、これはですね、1950年代に人類学者のグレゴリー・ペイトソン他によって統合失調症に関する議題、まあ、フォーラムがあって、その中で生まれた、まあ、一つの説ということなんですね。ダブルバインドのダブルっていうのは、まあ、二つっていう意味ですね。バインドっていうのは束ねるっていう意味ですね。バインド線とかのバインドですね。この何かケーブルとかを束ねる、あの針金ありますよね。あれバインド線って言いますけど、まあ、そのバインドですね。まあ、要するに、二つの、まあ、矛盾したことというものを言われ続けると、精神はちょっとおかしくなっていくんじゃないかみたいな、そういった説ですね。分かりやすい例としては、子供にですね、お母さんが好きなお菓子を一つだけ買っていいよというふうに言うわけですね。すると子供が、じゃあこれっていうふうに持ってくるわけですね。するとお母さんが、それはダメ、こっちにしなさいっていう、よくある会話ありますね。これダブルバインドです。好きなのを一つ買っていいって言って選んだのに、結局自分の好きなものは買えないということですね。まあ他には会社とかでよくあるパターンですけど、なんでお前はこんなミスをしたんだ、説明しなさいと、まあ上司に怒られるわけですね。で部下は、あ、それはですねって説明をすると、言い訳をするんじゃないというふうに怒られるということですね。説明しろって言ったからしたのに何なんだよとなりますね。これダブルバインドということになります。要するに矛盾した2つの言葉を浴びせられるという意味ですね。まあ、人類学者のベイトソンはですね、統合失調症というのは必ずしも先天性のものではなく、ダブルバインドを幼少期から習慣的に浴び続けたことによって、これが、まあ、心的外傷ですね、ストレス PTSD となって、他人と会話をすることが怖くなってしまうということですね。相手にこうだって言われたから、それに従ったにもかかわらずそれを否定されるというのを何度も何度も繰り返されると、他人と関わること自体が恐ろしくなってくるということですね。これによって、脳内でどうすればいいのかもわからなくなって、妄想が構築されていって、統合失調症のような症状が起こるんじゃないかという、まあ、仮説ですね。それがダブルバインドということになります。
これがドラマのタイトルということなわけですね。まあこの映画の内容と非常に似通った状況というか、そういったところがあるわけですけれども、ただこのドラマ自体はですね、ダブルバインドとは多少違う結末を迎えていますよね。結局このドラマは、まあ、最終的には解離性同一性障害である、主人公の妹というか、まあ、ミマですね、それが別人格で人を殺していたっていう結末を迎えて、ダブルバインドとはまあ多少意味合いが変わってくるドラマになったわけですね。まあ、このドラマね、あらすじ聞いていればなんとなくわかると思うんですけど、どっかで聞いたことあるようなストーリーの詰め合わせのドラマですよね。でもう行き当たりばったりで脚本は書かれていて適当にこんなのが面白いんじゃないっていう風に書いている、こんなドラマ、絶対につまらないという風に思いますけどね。ただ視聴率は良かったらしいですけどこれね、僕ね、踊る大捜査線のことなんじゃねえかなと多少思ってます。まあ、コンサト氏はこのダブルバインドっていう劇中劇に対して、その本筋の意味も分からずに名作のいいとこ取りをして適当な脚本で人気を博している現在の日本のドラマというのを揶揄しているとっていうふうに、インタビューで答えているっていうのがあったんですけど、踊る大捜査線のことじゃないかな思います。まあ、僕踊る大捜査線は面白いなと思って見てましたけど、ただ僕も見ながらこれはちょっとやりすぎじゃねえかなと思いながら見てはいましたけどね。ということで、このダブルバインドね、ドラマじゃなくて、まあ、精神病というか心理学用語的に考えるダブルバインドというものを本作に当てはめるとどうなるかというと、まずミマについてですけれども、ミマはですね、歌手になりたくて地方から出てきたんですね。で念願かなってアイドルユニットのチャムとしてデビューをしました。まあ、本来アイドルとして歌手になりたいと思っていたのか、それともソロというかね、そういった感じで出たかったのかわからないけど、まあ、とりあえず歌手としてデビューはできました。でも、まあ、鳴かず飛ばずだったわけですね。でそんな折、女優としての才能というのを褒められたわけですね。何度か単発で、まあ、ゲスト出演みたいな感じで女優業をやったら、それが褒められたと。で連ドラのレギュラーとしてどうだいというふうに言われたということですね。そういう話をもらって、ミマは女優になりたいというふうに思ったわけですね。でマネージャーのルミちゃんの、ミマの気持ちが最優先でしょという言葉を聞いて、私の気持ちが最優先なんだとしたら私は女優になりたいと思っていますというふうにミマを思って女優転向を決めました。でも世間というか、まあ、ミマの熱狂的ファンですね、ルミはじめ世間のファンは女優のミマというものを全く認めてくれずにですね、あくまでもアイドルのミマの姿を追いかけ続けているということがあるわけですね。このイメージを打開するためにミマはレイプシーンとかヘアヌード写真に挑戦するということがありました。でも世間はですね、アイドルだったミマが脱いだとしか思ってくれないわけですね。ミマは自分の考えるミマっていうのと、世間が考えるミマ、それとドラマの登場人物として役になりきっている自分のどれが本当の自分なのかというのが分からなくなって悩むということが、ミマにはあったわけですね。これがダブルバインドに当てはまってくるんじゃないかなという感じがします。ダブルバインドというこの概念というか、そういったものにね、これがミマ編。もう一つルミ編があります。ルミ編のダブルバインド、ルミはですね、自分の人生とミマの人生を重ね合わせているわけですね。ルミもかつてはアイドルとしてデビューをしたわけです。でも失敗したわけですね。でルミとミマ、同じアイドルとして成功するということを夢見ていたはずなのに、なぜかミマが女優になるって言い出したわけですね。あれあれおかしいぞとルミはなるわけですね。私ルミ、私はアイドルになりたい、ミマもアイドルになりたい、そう思ってるはずなのに女優、え、どういうことってなるわけですね。それはつまり本当のミマは女優なんかやりたくないはずだというふうにルミは思ったわけですね。社長に騙されてるんじゃないのみたいな、そんなふうに、ルミちゃんは思ったわけです。だからルミちゃんは一生懸命、ミマは女優じゃなくてアイドルなんですけどっていうふうに言い続けたわけです。なのにもかかわらずミマはですね、
なぜかレイプシーンとかヘアヌードに OK を出していくわけですね。あれあれおかしいぞと。アイドルの美馬のはずなのになんでそんなことまでしてるの。アイドルが女優業をやるというのはまあありだけど、そんなことまでする必要はないでしょう、おかしいわねというふうにルミちゃんは思うわけですね。もしかして私の目の前にいるこの美馬は偽物なんじゃないのというふうに思い始めるわけです。本物の美馬というのは私の心の中にいるんだわと。本当の美馬はこういうふうに考えるはずだ、本当の美馬だったらこういうふうに動くはずだという美馬は私の心の中に確実に存在していますよみたいなね。これがルミちゃんのダブルバインドということになると思います。もう映画開始時点でルミはこういうふうに思っているということですね。ルミちゃんは映画が進むごとにだんだんそういうふうに思い始めたのではなくて、映画が始まった時点ですでにルミちゃんはこういう状況に陥っているということです。さてですね、ドラマの撮影が始まります。あなた誰なのというふうに一言言うというシーンですね。この撮影の出番前に、まあ、一生懸命セリフを繰り返して練習する美馬というのがありましたよね。でふと上を見ると急に不安げになるというシーンがありましたね。上を見て照明を見て、横を見て知らないスタッフたちがいっぱいいてとか、そういったシーンですね。まあ今までですね、チャムのセンターとして美馬は、まあ、規模は小さいながらも自分は主役だったわけですね。でもここドラマの現場ではですね、自分のことは誰も知らないわけです。自分の名前も知らない、役名すら呼ばれずにですね、はい、理科の妹入ってみたいな感じのことを言われるわけですね。レギュラーなんだけどほぼエキストラ扱いの感じですね。まあ古畑任三郎の向島くんみたいなそんな感じ。レギュラーだけどまああんまどうだろうなみたいな。まあ向島くんの場合あのワンポイントで面白いっていうのがあるんでいいんですけど、この時の美馬はですね、多分どうでもいい役だったんですよね。そういった不安っていうのをこの周りをキョロキョロするとか、そういったので表しているわけです。だから決してですね、美馬は女優が嫌だ、アイドルに戻りたいというふうに思っているわけではありません。不安で緊張してああなってるだけです。ああこんな現場嫌だな、チャムに戻りたいと思っているわけではないということを僕は強調して言いたいということですね。でこの現場に内田警備員の姿があるわけですけれども、これが実際の内田なのか内田に見えた別人なのかというのはまあよくわからないわけですね。まあ内田かもしれないし違うかもしれない。内田はですね、アイドル美馬ファンの象徴というふうに描かれていると思いますので、まあ、ここは何とも言えないというところですね。内田かもしれないし違うかもしれないということです。ということでついに本番となったその直後ですね、美馬宛ての手紙が爆発するということですね。これで社長の田所さんが負傷するということになりました。まあ犯人はルミなわけですけれども、まあ昔ありましたよね、足立由美、郵便小包爆破事件ありましたね。足立由美宛ての小包が爆発して、マネージャーとかなんかその辺の人たちが怪我したっていうのがありましたよね。なんかちょっと調べたらこれが94年の出来事なんで、まあセンセーショナルだったなという感じですよね。まあこの前後にも同様の事件がね何件か立て続けに起きて、これをきっかけに郵政省は X 線装置を、郵便物には使うようになったということがあるみたいですけれども、まあ、この手紙爆破事件犯人はルミちゃんということですね。もしかしたらルミ自体がこの被害者になるつもりだったのかもしれません。この現場に社長の田所が来るかどうか微妙だったっぽいですから、たまたま来てたまたま田所が手紙を開けちゃったんでね、まあ、田所が開けなかったらルミが開けるということになっていたでしょうから、まあ、多少目論見は外れたかなという感じはあったのかもしれません。ということで、美馬ちゃんはパソコンを手に入れて美馬の部屋というサイトを見るということになりました。まあ、美馬の部屋はファンレターに書いてあったわけですね。で、まあ、この頃まだパソコンは普及していない時代ですから、僕も97年だったらパソコンは持っていないですね。いろいろとね、紙芝居でも言いましたけど、なんか昔はパソコン使うのにまずクレジットカードが必要だったのかとかね、まあへーって思いましたけどね。でこの美馬の部屋
の日記を見るとですね、まあ、あまりにもプライベートなことが書かれていて、ミマは驚愕するということがあるわけですね。他の人、ただのファンでは知りようのないことが書かれているということで、びっくりするということがありました。まあ、これはね、ルミちゃんがミマとして内田警備員、まあ、ミーマニアにメールで情報を教えていたということが実際にはあったということですね。まあ、これはいいでしょう。で次、ルミちゃんと田所の会話ですね。まあ、一番最初のシーンの VTR を見ながら、たった3カットですよ、チャムを卒業してまでする仕事ですかこれが、というふうにルミちゃんが言っていました。まあ、アイドルミマというものに一番執着しているのはルミなわけですね。でそのまま立て続けにルミは、歌を歌いたくて東京に出てきたのに、というふうに言っていましたけど、まあミマ自身それはそうなんですね。歌を歌いたくて東京に出てきたんですけど、すでにミマ自身がもう女優に魅力を感じているわけですね。女優になりたいと決めたのはミマ自身です。ミマの考えというものを尊重しているはずのルミが、まあ一番ミマの女優転身に反対しているわけですね。一番最初のライブのシーンに挟み込まれた過去の映像の中では、だってミマの気持ちが最優先じゃないですか、というふうに社長に迫っていたルミに対して、ミマちゃんが、私の考えを最優先にしてくれるんだったら私は女優になりたいです、というふうに言ったんですよね。にもかかわらずルミちゃんは、ミマはアイドルになりたいのに、というふうにまだずっと言ってるわけですね。もうまさにダブルバインドなわけですここね。ミマの好きなようにしていいよ、じゃあ女優になる、ミマはアイドルのはずなのに、っていうダブルバインドをルミはやっているということになるわけです。ということで場面が変わって、マンダラケ的なアニメイト的な、お店に入ってきたミマのファンたちが、なんで日本でサイコスリラーやるとああなるかね、つまんねーと、いうふうに言っていましたね。本当ですね、完全同意まあ、日本でサイコスリラーやるってのはね、やっぱ国民性とか風土的になかなか難しいんですよね。外国の面白そうなのをそのまま引っ張ってきてもものすごく違和感が出ちゃうし、日本に合ったサイコスリラーっていうものができればね、それに越したことはないんですけど、なかなかねやっぱ難しいんですよね。だからまあ頑張ってほしいなというふうに思います。よく考えれば日本でもできるはずですからね。日本にだってサイコスリラーありますから、面白いサイコスリラーねありますんで、適当に脚本をね書いて、ダブルバインドの脚本家みたいに適当に書いてるとつまんねーというふうに、まあ、世間に思われるよということですね。ということで、まあ、だんだんミマちゃんも精神的にちょっと弱ってくるわけですね。その電車とお風呂は右足からって決めてるのにとか、そういったのをまあ、通勤している時に思い出してハッとなったりとか、まあ、しているわけですね。そうやって事務所に行くとですね、エレベーターに、ライブで暴れていた男がひき逃げにあったという新聞記事が貼られていたというのがありましたね。これはルミの仕業なのか、それとも内田がやったのか、はたまた偶然なのかというのはちょっとよくわかりませんね。この記事を切り抜いてエレベーターに貼った人物も誰なのかというのはちょっと特定しづらいですね。まあルミちゃんが貼ったという可能性が一番高いんですけど、事務所に出入りできますからね。ただ内田がね、警備員がいない隙をちょろっと見てパッパッパーっと言ってエレベーターに乗ってあれだけ貼ってパッパッパーって出てきたっていう可能性もまあなきにしもあらずという感じですね。ただまあこのひき逃げはもしかしたらルミちゃんではなく内田がやったという可能性が高いかもしれないなというふうに思います。なぜなら、まあ、ミマ自身も、そしておそらくルミちゃんもですね、あの乱暴者のことを認知していないと思うんですよね。ライブで暴れてるやつがいるっていうのを見て、ああ前もいたあいつかなっていうふうに思う程度で、街でたまたま見かけて、あ、チャムのライブで暴れている若者だわっていうふうに思うほど認知はしていないというふうに思うんですよね。あの乱暴者たちを認知しているのはファンだけだというふうに思います。ミマもあの乱暴者のことを認知していなかったから、あの新聞記事が貼られていたのを見ても何のことだろうって全くピンときていなかったんですね。ということを考えると、あの乱暴者を認知している内田がやったというふうに考えられなくもない
し、新聞記事を見てね、たまたまひき逃げにあったあの乱暴者の記事を見て内田が、ああいつざまあ見ろと思って切り抜いて貼ったっていうことも考えられるし、この事件についてはちょっと誰なのか全くわからないと、いうことになっております。さて、チャムがなんと初のチャート入りをしました。なんと83位にランクインということで、まあミマちゃんが抜けた途端にチャート入りしたということなんですけれども、ミマはね全くそれを気にしていない様子でしたね。気にしていないふりをしているんじゃなくて、多分本当にですね自分とはもう無関係なことだというふうに思っているというふうに思います。この時ですねミマはデビュー当時のことを思い出すということをしていました。クラッカーでパーンってやっておめでとうって言ってやっているあの映像ですね。あの映像を思い出していたんですけれども、これは単に思い出したというだけだと思います。まあね、あのシーン一瞬ミマがこう妄想の中で自分がまだチャムに在籍していてチャート入りというのをメンバーみんなで喜んでいる場面だというふうに勘違いしそうになるんですけど、そうじゃないわけですね。あのシーン、あれは過去の思い出です。デビューした時というかデビューツアーというかデビューライブが決まった時の3人のパジャマパーティーというかお祝いというかそういった場面なわけですね。だからチャート入りとは無関係ということです。ただ一瞬ね、一瞬というかまあ普通に見ててあれが過去の映像だっていうことはあんまりわからないですよね。あれは完全に制作者側がミスリードをさせようとしているというシーンですね。まあミマがチャムに未練があるんだというふうに思わせようというふうに間違った誘導をさせているということですね。で、女優ミマですね、レイプシーンがあるけどどうだいということを言われて、それを受け入れるということになるわけですね。正直言ってこれはミマにとって大チャンスなんですね。まあ、そもそもミマの役っていうのはセリフのほとんどないもう橋役なわけです。一応レギュラーとして登場はするけどほぼエキストラ扱いみたいなそういった役だったわけですね。その役だったミマがなんと後半の鍵を握る重要な役どころでもうほぼ準主役級へと大出世となる転機となるわけですね。このレイプシーンというのはミマはですねちょっとアホっぽい天然キャラみたいな喋り方をしているんですけど実は結構したたかなんですね。自分には女優の才能があるっていうふうに、まあ、自分でも自覚していると思うんですけれどもそのためにこれを受け入れるんだこれがステップなんだというふうにしっかりと認識しているというのがミマだと思います。でもルミがですねそれに対して冗談じゃありませんレイプシーンなんてミマはアイドルですよというふうに言って抗議をしていたんですね。まあ計らずともこのルミちゃんの一言によってミマはレイプシーンを受け入れるという決心をしたわけですね。ミマはアイドルですよと言ったところが引っかかったわけです。ミマはアイドルですよって言った時にミマちゃんはハッという顔をしていましたね。この時ミマはきっとですねそっかルミちゃんはミマがアイドルだからこの役はダメって言っているんだでもミマはもうアイドルじゃないもん女優だもんっていう風にねミマはきっと思ったんです。だからやるよルミちゃんっていう風に言ったわけですね。ということがあってからの事務所からの帰り道、電車の窓に映るアイドルミマが出てくるわけですね。そしてそのアイドルミマが私絶対嫌だからねという風に文句をつけてきたわけです。このアイドルミマの発言おそらくですねミマの本心というわけではないと思います。なぜならミマはこのアイドルミマが出現したことに対してそしてこのアイドルミマの発言に対して非常に驚いていたからですね。心の底でああチャムに戻りたいなと思ってたらあんな驚いたりはしないんですね。これはミマが思ってもいなかった言葉というものが急に発せられたからびっくりしているということだと思います。ではこのミマが思ってもいなかったこの発言をしたのは一体誰なのか、それはアイドルミマのファンの総意ということになると思いますね。まあルミちゃんそして、内田警備員はじめとするミマファンの総意ということです。彼らはですね、まあ、偶像アイドルとしてのミマとしての言葉ということになると思います。
ファンたちが望んでいるミマだったらこういう反応をするだろうなというミマということですね。まあ、このアイドルミマっていうのはですね、ファンたちの圧によって出現しているというふうに考えていいんじゃないかなというふうに思います。決してミマの本心ではないということですね。まあ、ミマにはですね、様々なミマがいるわけですね。まずまあちょっと天然の可愛いミマというのがいますね。それと元アイドルのミマというのがいますね。女優としてのミマというのがいて、そこに大きくのしかかってくるのが、いまだにミマをアイドル視しているファンが望んでいるミマというのがまあいて大変なわけですね。ミマちゃん何歳なのかわかんないですけど、まあおそらく成人はしているか、もしくはまあ18歳以上ではあるというふうに思うんですけど、まあ大変ですね。ミマちゃんにはですね、いろんな重圧がもうのしかかっているわけです。でもね、しょうがないわけです。ミマが自分で選んでいる道ですからね。ということで、ついにレイプシーンの撮影の日になりました。この時ミマはですね、本番前そして本番中でもうガラッと性格が変わるというか、表情が変わるというか、まるで別人になりましたね。これはミマが、まあ、ドラマ初出演の時に言っていた、まあ、尊敬する落合先輩みたいな感じで、もう役に入り込むと全く別人になって尊敬するわというふうに言っていましたよね。あれと同じ状況ということですね。ミマはもう完全に北島麻也並みの憑依型俳優なんですね。自分が役にもうなりきるというか、役と自分の区別がつかなくなるというか、それがミマなんですね。でレイプシーンが撮影始まりました。それを見ていられなくなって泣きながらスタジオを後にするルミちゃんというのがいました。まあ、ルミちゃんはね、ミマのことアイドルだと思っていますから、アイドルのミマがこんなことするなんて見てらんないわということなんですね。で、レイプシーン撮影中、チャム時代の客席のイメージがミマの頭に浮かんだというのがありましたよね。こういろんなとこを見てわーってやったら、ミーマリーンって客席が叫んでいるみたいな、そういうシーンが思い浮かばれたわけですね。これをもってしてミマはこんなことは本当はやりたくないんだ、アイドルに戻りたいと思っているんだというふうに思っちゃダメだと思います。なぜミマがこの時チャム時代の客席を思い出したのかというと、自分を照らしている照明、そしてまあお客さん、まあ客っていうかそれ役者なんですけど、お客さんたち、そしてその人たちから発せられる歓声、そういったものから連想してアイドル時代というものをミマは今思い出していたわけです。ミマはですね、憑依型の俳優ですから、役を演じている時はその役を完全に自分のものにするわけですね。レイプシーンを撮っている時はレイプされているんだというふうに自分に、まあ、言い聞かせるというか、レイプされている、嫌なことを今されているという境遇に自分を完全に落とし込むわけです。そうすると当然レイプされている時ですから、現実逃避したくなりますよね。ミマは完全に役になりきってその役を自分のものにしているから、周りにいる男たちの汚い笑いとか、そういったもの全てをアイドル時代の客席というふうに見立てて現実逃避をして、この場を乗り切ろうというふうにミマは演技をしているんです。そういうシーンだというふうに考えていいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そんなこんなで家に帰ると、なんと魚が死んでいるということでした。飼っている魚が死んでしまいました。これはもう完全にルミちゃんの仕業ということですね。でそれを見てミマはちょっと暴れるわけですね。ベッドに塞ぎ込んで、やりたくないに決まってるじゃないの、みんなに迷惑かけられないじゃないというふうに叫んでいました。これはですね、レイプシーンのことを言っているのであって、女優のことを言っているんじゃないわけです。ミマは女優になりたいわけですからね。レイプシーンを自分から望んでやりたいと思う人はまあいないわけですね。だからレイプシーンなんてやりたくないに決まってるじゃないっていうのは、至極当然な言葉ということになります。でもだからといって女優をやりたくないわけじゃないわけですね。できればレイプシーンとかなしのまま女優になりたいけど、でももうしょうがないでしょと、もう決まったことだし、自分にだって大きなチャンスだし、みんなに迷惑かけられないし、あのシーンをやらないなんて言えるわけないでしょということですね。だからこのセリフ
まあ、嘆きのセリフなわけですけれども、これをもってしてミマはチャムに戻りたいと思っているというふうに考えてはダメなんだと、いうふうに僕は思いますよ。ということをしていると、なんとですね、大事件です。鏡の中にアイドルミマが出現したということですね。そして話しかけてきました。だから言ったでしょ、あれが望んだ仕事最低というふうに言われてしまいました。前回出てきたのは電車の窓に出てきたわけですね。あの時は完全に無自覚に唐突に出現したアイドルミマだったわけですけど、今回はもうはっきりとミマちゃんはその存在を自覚したわけですね。まあ、アイドルミマっていうのはミマファンたちが生み出した俺たちの理想像としてのミマなわけですね。で、それがなんとミマの心の中に入り込んできて、まあ彼女のことを混乱させ始めたということなんですね。芸能人がね、テレビとか役柄のイメージと現実のギャップに悩むというのは、まあ、よく聞く話ではありますよね。実際はそんな人じゃないのにテレビに映ってると、こういう人だというふうに思われて辛いとか、お笑い芸人とかが一番分かりやすい例かもしれないですよね。あんなね、あれはテレビだからあんだけリアクションしているわけで、日常であんなにねわーわーギャーギャー言うわけないんですけど、テレビしか知らない人たちはあの人は普段からあんなに大騒ぎをする面白い人だというふうに思うみたいなね、そういったとこありますよね。で悩むみたいなね、まああるあるだなという感じはしますね。それがミマにも起こり始めたということですね。で次、雑誌のインタビューがありました。まあ、レイプシーンのこと聞かれて、抵抗がなかったといえば嘘ですけど、女優としてのハードルだと思ってやりましたとか、女優として認められたいですね、元アイドルじゃなくてとか、チャムはいい経験でしたというふうに言っていました。これ多分本音ですね。でもファンはそうは思ってくれないわけです。ミマちゃんは本音ではチャムに戻りたいと思っているはずだと、でもやりたくない仕事を事務所に無理やりやらされているんだ、かわいそうにというふうに思うんですね。ファンってのはそんなことを思うものなんです。ファンって実際その人のことなんか知らないくせに、自分はこいつのことをよくわかってるっていうふうに思うんですよ。だからテレビでなんか自分の考えとは違う考えとか違う行動とかを見たり聞いたりすると、なんかミマちゃんらしくないなあの発言とか思うんですよ。ミマのことなんか知らないくせにね。ファンってそういうもんなんですね。だからこの映画を見てですね、こういうミマちゃんのいろんなものを見てですね、ああミマは悩んでるんだな、本当はチャムに戻りたいんだな、女優なんてやりたくないんだろうなというふうに思いながら映画を見ていた、そこのあなた、ルミちゃん思考になってますよ。大丈夫ですか。ミマは女優になりたいんです。レイプシーンもやりたくはないけどやると決心したんです。自分でヘアヌード写真だって自分でやるって決めたんです。表で見えているミマちゃんだけが全てではないんです。ミマちゃんがですね、ファンサイトミマの部屋を見ました。すると日記に、本当はあんな仕事やりたくない、全部脚本家が悪いんだというふうに書かれていたわけですね、日記に。これに対してミマちゃんは部屋でこう言っていました。違う違うよ、これは私じゃないというふうに言っていましたね。そうなんです、これはミマちゃんではありません。この日記はファンが考えるアイドルミマの本音が書かれているわけですね。現実ミマはこんなことを全く思ってないんです。もちろんレイプシーンがあったのは嫌だけど、レイプシーンを書いた脚本家が悪いなんて全くミマちゃんは思っていません。まあ物語上必然性があってあのシーンはあるんだというふうにちゃんとミマちゃんは分かっているわけです。でもミマをアイドルだというふうに考えているファンのみんなはそうは思わないということですね。まあルミ、内田警備員はじめのファンたちってことですね。としているとですね、なんとアイドルミマ、ついにパソコンの画面から貞子のように出てくるということですね。でこう言いました。当たり前よ、これが本当のミマだもん、本当はアイドルに戻りたいと思っているくせに、汚れたアイドルなんて誰も好きにならないよね、あんたはもう光の中には戻れない、でもいいの、私がいるから、これからは私が光であなたは影よと
というふうに言っていました。それに対して現実ミマが何言ってるの、あなた誰なのというふうに言っていましたね。このシーン、まあ一連のシーンですね、鏡に映って、次パソコンの画面から出てきて、まあその後部屋のサッシというか窓ガラスに映って、そこから外に飛び出していくアイドルミマというのがあったわけですけど、これは非常に分かりやすく説明されているんじゃないかなというふうに思います。まあ最初は鏡から出てきて、次にファンサイトミマの部屋から出てきて、最後は窓ガラスに登場して外に出ていったっていうことですね。まあ最初鏡から出てきたということなんですけど、鏡というのは真実を映し出しているのかどうかという問題がまずありますね。まあ鏡の中では自分はそれなりにイケてるなというふうに思うんだけど、なんだか不意に撮られた写真を見ると、え、これ俺じゃないみたいな、あれもうちょっと俺イケてると思ってたんだけどみたいなね、そう思いますよね。あるあるですよね。鏡っていうのは本当に真実の自分を映しているのでしょうか。写真と鏡どっちが本当の自分なんでしょうか、というのは永遠の謎というかそんなことがありますよね。まあ鏡の中の自分っていうのは左右反転しているわけですね。実際の自分とは違う自分が鏡の中には映っているわけです。ちなみに鏡は左右は反転するけど上下が反転しないんですけど、その理由は分かりませんということをこの間チコちゃんでやっていました。なんでね、左右は反転するのに上下は反転しない理由は分からないんですって。なんでそうなっているのか不思議ですね。まあ鏡っていうのはですね、正確な自分を映しているわけではないんですね。で、他人から見た自分というわけでもないわけですね。まあ写真ね、スマホで自撮りで写真撮った場合、これで決め顔でパシャって撮っても、実際に出来上がった写真って、通常の画面に戻されるじゃないですか。まあ例えば右手を上げて写真を撮った場合、インカメラで見ている時は右手、同じ方の手が上がってる、まあ要するにカメラの画面は、左手が上がってるけど、パシャってやって出来上がりましたっていう画像を見ると、ちゃんと、まあ、左右さらに反転させて、普通の左右反転されてない画像が出てきますよね。そうすると、あれ、完全にいい感じに決め顔で撮ったはずなのに、出来上がった画像はなんかちょっと違うって思ったりとかしますよね。つまり鏡の中の自分っていうのは本当の自分ではなく、よく似た別人なんだというふうに考えることができるんじゃないかと思います。まあ、これを今回の映画に当てはめるとですね、まず現実ミマから見た鏡の中のミマというのは、アイドルを辞めたのに未だにアイドルを続けようとしているミマというものが映っているんだということですね。で、パソコン画面の中のミマ、まあ、ミマの部屋のファンサイトに映っているミマというのは、ミマファンが考えるアイドルとしてのミマ、それがあのパソコンホームページには刻まれているわけですね。で、そこから出てきた、そのパソコンの画面から出てきたミマは、女優のミマを敵視するミマというものがパソコンの画面から出てきたわけですね。で、これらはファンが望んでいるミマなんだということです。まあ、これまでは鏡の中とかそういったところにしか現れてこなかったアイドルミマ、ファンが望んでいるアイドルミマがですね、とうとうここで外に出てきてしまいました。これは大変だとなるわけですね。現実ミマとアイドルミマのこの乖離というのがどん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 ここから進んでいってしまうんだと、いうことになっていくわけです。ここからね、どん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 物語がわけがわからなくなってくるという状態になるわけです。まあ見ている方としてはここで混乱してくるし、なんだか面白い、のめり込んでいくというパートにここから突入していくとなるわけですね。偶像虚構のアイドルミマが外に出て、何が起こったのかというと、まず脚本家が殺されました。まあ当然これルミが殺したわけですけれども、早くも事件が起きたわけですね。そしてミマちゃんが車移動をしている時、対向車の窓にアイドルミマが出現して、ざまあ見ろというふうに言ってくるというのがありました。このざまあ見ろというのは果たして誰に対しての言葉なんでしょうか。まあ、脚本家に対して、もしくは現実ミマに対して、ざまあ見ろ、
これでお前は終わりだとか、そういった意味だというふうに思いますね。そしてヘアヌード撮影ということになります。撮影が佳境に入った段階で、ミマがちょっといやいや押し出したわけですね。でトイレにこもっているというシーンがあったわけですけど、ここでなんとトイレの鏡の中にアイドルミマが出現してきました。このアイドルミマこう言っていました。私はアイドルなのよと、みんなが私のことを待っているの、だからまたレイやユキコと一緒に歌うのというふうに言っていましたね。そうすると現実ミマが、違うよ、私は女優よというふうに言っていました。このシーンね、よく見ると最初鏡の中にアイドルミマが出現したんですけど、次の、まあ、ミマのセリフのところでは、なんとミマが鏡の中にいてアイドルミマが現実世界にいるという作りになっているわけですね。私たち入れ替わってるという状態にここではなっていたわけですね。そしてアイドルミマはそのまま扉を出て、チャムのライブステージに乱入して、でチャムと一緒に歌って、お客さんたちはミマリンが帰ってきたということで、ミーマリーンというふうに歓声を上げているというシーンにつながっていくわけですね。ただこのチャムのコンサートに飛び入り参加したアイドルミマはですね、衣装も全く他の二人と合ってないし、振り付けもですね全く違う振り付けをしてるんですね、アイドルミマは。これなんでなのかというと、この新曲、まあ、ちなみにチャムの新曲のタイトルは一人でも平気という新曲のタイトルなんですけど、ミマはこの新曲の振りとか知らないわけですね。新曲の衣装も知らないし、だから振りが全く合ってない、他の二人と合ってないというミマが、まあ、ここでは描かれているわけですね。面白いですねここね。まあ、もちろん実際にはミマは、このステージには立っていないわけです。お客さんたちがミーマリーンというふうに叫んでいますけど、これは実際にあったことではないわけですね。現役のお客さんたちが、ミマリンのことを歓迎しているっていうシーンということになります。ということで、ここまで何度か出てきたこのあなた誰なのというセリフについてですね、まあこのあなた誰なのというセリフ、言葉というのがこの映画の一番のキーポイントということになっているんですけど、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、鏡に向かってお前は誰だというふうに言い続けると最終的には精神が崩壊するという都市伝説がありますよね。これですね、かつてナチスドイツが行っていた、まあ、心理実験でこういうものがあって、その実験はゲシュタルト崩壊に関するものなんだというのがネット上にはあるんですけど、まあ、正直これ真偽は不明です。僕も結構今回いっぱい調べたんですけど、まあ、僕が調べた限りですね、この実験、鏡に向かってお前は誰だというふうに言い続けるという実験について語っているのは日本のネット上のみで、まあ、英語で検索をかけてもですね、この実験についての記事というのはほぼ見つかりませんでした。まあ、日本の都市伝説を紹介するという形で英語圏でこの実験があるよという記事はあったんですけど、それ以外はちょっと僕には見つけられませんでしたね。で、実際に本当に当時ナチスがこういう実験をしたのかというと微妙だと思いますね。もし本当にこの実験をしたんであれば、学術的な記事がもうちょっとヒットしてもいいはずなんですけど、いくら探してもオカルト系の、まあ、都市伝説、噂話、そういったものしかヒットしませんね。ということで、多分この鏡に向かってお前は誰だと言い続けると精神が崩壊するというのは作り話だと思います。ただの噂というか、ただの面白い怖い話というか、そういったもんだというふうに思います。ただこういう事実は一旦ちょっと置いといてですねそれは一旦置いといて、まあ鏡に向かってお前は誰だと言い続けると精神が崩壊するというのは、まあ有名な話でありますよね。ミマが、鏡に向かって、まあここで言う鏡というのは鏡に映っているアイドルミマですね。彼女に対してあなた誰なのと言い続けるというのは、この都市伝説に倣って考えれば非常に問題がある言葉ですよね。
このあなた誰なのを言い続けるということは、現実未満は、まあ、徐々に自分の意識をどんどん保てなくなってきて、意識と精神が乖離して崩壊してしまうということを未満は知らず知らずのうちにやっているんだという描写になっているということですね。今現在の未満はですね、現実未満、そして鏡の中のアイドル未満、そして女優として役を演じている、まあ、未満っていう3つの未満が未満の中にはあるわけですね。で、この3つの未満はですね、全くの別人なんですね。現実未満は女優になりたいというふうに思って頑張っている未満だし、鏡の中のアイドル未満は女優になんかなりたくない、チャムに戻りたいと思っているファンたちの総意としてのアイドル未満だし、ドラマの役の中にいる未満は、まあ、未満じゃなくて高倉陽子ですよね、美香の妹っていう役をやっているわけですけど、この役も未満とは、まあ、違うわけですね。非常に似ているような存在というふうに扱われていますけど、実際問題違うわけです。この3つを未満は同時にこなしていかなければいけないという状況に今はなっていて、まあ未満ちゃん大変だねというふうになるわけですね。同情します。未満は大変です。ということで、未満が準主役級になっていくドラマの撮影というものが始まります。ここからもうおかしくなってくるわけですね。幻影が実体化してしまうというふうに感じている役を演じている未満というのが出てくるわけですね。まあ、ここドラマの内容がですね、現実とまあ多少リンクしているというか、そういったところがあるわけですね。で、ここから未満も、そして僕たち観客も映画を見ながら混乱してくるわけですね。あれ、これなんだっけ、今ってどうなってんだっけ、これはドラマの撮影か、いやこれは現実かって分からなくなってくるわけですね。まあ雨の中撮影をしていて、未満がとちったりとかいろいろしていて、一旦撤収ということになって、まあ状況的にはね、せっかく撮影が早く終わったから、もう雨で撮影今日はできませんっていう風になってバラシになったんで、せっかくだからチャムのラジオにちょっと様子見に行こうと、社長に連れられてね、田所社長に連れられてラジオに遊びに行きました。そうするとラジオブースの中になぜかアイドル未満がいて、そのアイドル未満が飛び出してきて、ラジオ局の廊下を走り回ってそれを追いかける未満というのがあったわけですね。この時、あなた誰なのと言いながら未満はどんどん追いかけていきます。で、追いかけていった先どうなったかというと、トラックが、まあ、いつの間にか未満はね、アイドル未満を追って車道に出てしまって、トラックに轢かれそうになるわけですね。このトラックを運転しているのは内田警備員っぽかったですけど、これは実際に内田かどうかは分かりません。で、トラックに轢かれそうになってキャーとなったら、ベッドで目が覚めるということになりました。何なんでしょうこれは。で、はぁ、あ、はぁはぁと、何だったのかしらっていう風になってると、ピンポーンってなって、ルミちゃんが美馬の家にこうケーキを持ってきてくれたという場面になったわけですね。なんか久しぶりだねと、私も忙しかったからね、どう、女優の仕事は慣れた、大変だけど自分で選んだことだから、例のホームページ、まあ、あんま見ない方がいいよと言うと、美馬が、でもあの方が本当の美馬らしいのかな、どこかに行ってしまったはずのもう一人の私、もしそれが勝手に一人歩きを始めたりしたらと言うと、大丈夫、幻想が実体化するなんてことはありえないもの、え、ルミちゃん、カット、美馬ちゃん何喋ってんのということで、いつの間にかルミと自分の部屋で会話してると思いきや、いつの間にか撮影になっていたわけですね。で、その撮影現場見回すと内田警備員がいて、それを見てハッとなる美馬というのがありました。で、まあ今とちったんで、もう一回じゃあ頭からいきますよ、テイク2って言うと、ハッとなってベッドで美馬が目覚めるということになりました。なんだ、さっきのは夢だったのか、何だったんだというふうに、まあ、美馬ちゃんも僕たちも混乱していると、ピンポーンとなって、ルミちゃんが美馬の家にケーキを持ってやってきてくれたわけですね。で、ルミちゃん久しぶりだねと言うと、何言ってるの、昨日も来たじゃないというふうにルミちゃんは言っていました。昨日も来たのとなりますね。昨日と同じケーキを持ってきたの、昨日も来たんだったら違うケーキにしてよって思うわけですけど、でももう美馬はね、
昨日も来たんだっけみたいになってるわけですね。でパソコンで一人ミマの部屋を見ると、そこには身に覚えのない原宿での買い物の様子が日記に書かれていたりするわけですね。私原宿で買い物なんかしたっけみたいな感じになるわけです。でドラマの撮影の時間になりました。セリフがこうありましたね。殺人犯は彼女が作り出した幻影なんですか。そう、彼女は意もしない警備員に怯え、やがてそれをトップモデル連続殺人の犯人と重ね合わせたというふうにセリフは言われていましたね。そうすると次、写真家の村野のお家のシーンになって、ピザ屋に変装したミマちゃんがやってきて写真家の村野を刺すと、刺し殺すと、いうことが起きましたね。もう完全に怨恨ですね。もうお手本のような怨恨殺人です。何度も何度もその必要ないのに、もうオーバーキルみたいな感じで何度も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 刺していましたね。まあ怨恨ってやっぱああやって殺しちゃうと思うんですよ。もう憎い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 みたいな、そんな感じで殺しますからね。だからこの殺人、写真家村の殺人はですね、相当村野に恨みを抱いているものの犯行ということになります。で村野に恨みを抱いているのはルミちゃん、もしくはアイドルミマのファンということになりますよね。実際のミマは脚本家のこともカメラマンのことも、誰のことも恨んではいません。ミマは誰も恨んでないし、今の自分の境遇が不幸だとも思っていないわけですね。まあそうやって村野のことを刺し殺していると、はいテイク3という声が聞こえて、ベッドで目覚めるミマということになるわけですね。何なんでしょうか、ここは3回同じシーンが繰り返されました。どういうことなんでしょうか。非常に混乱しますね。ということで、この一連のよくわからないシーン、一体何だったのかということを考えたいわけですけれども、おそらくキーになるのはですね、ミマは憑依型の俳優なんだということ、そしてドラマの内容は現実と非常に酷似しているように感じるということ、そしてドラマとは別に現実世界でも事件が起きているということですね。まあ基本的にこの3つ、もしくはそれ以降もなんですけど、これらのシーンはですね、ドラマの中の世界だというふうに考えていいんじゃないかというふうに思います。ただミマは憑依型の俳優なんで、ドラマの役であるこの高倉美香の妹というのと自分というのを完全に同一視しているわけですね。それプラスルミちゃんによって現実で起きた事件というのをおそらくコンコンと聞かされたりとかですね、あのホームページミマの部屋を見て、そこに書かれている日記というのを読んだりしたことによって、まあ、アイドルミマと自分というものの考えが非常に似ているんだというか、同じなんだというか、そういった考えが頭の中で混濁してですね、精神的にミマは弱っていってしまうということが起きているんじゃないかと思います。だからアイドルミマがやったさまざまなことというのが自分がやったことなのかどうなのかよく分かんなくなってきているということですね。写真家村の殺害の夢を見た後にミマはハッとして起きて手が震えていたというのがありましたよね。で田所社長から電話があって、それで事件を知って、その時のミマのセリフ、本当に村野さんがというふうに言っていました。これはあれは夢だと思っていたのに本当にという意味ですよね。実際に村野を殺したのはルミちゃんなわけですけれども、にもかかわらずどうしてミマが自分ではない他人が殺した殺人事件の様子を夢で見ていたのかというと、おそらくその前、まあ、寝る寸前とかにルミに聞かされた、私がこういう風にしたのよ、私がというか、まあ、ミマがですよね、ということを聞かされた、もしくはホームページミマの部屋の日記にそれが書かれていた、そういったことがあったんじゃないかなというふうに思います。それがあって村の殺害は自分がやったんじゃないかという、まあ、一種の催眠術というか、そういったものにもかかっていて、それプラスドラマの中で自分が演じている役というものもそこに重なって、ミマの頭の中にはこうごちゃ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 となっていってしまったということですよね。まあ、ミマがタンスを開けると、その中には村の殺害の時に着ていたで
であろう血のついた服というものが原宿で買った紙袋の中に入っていましたね。まあ当然これはルミが置いていったものなわけですけれども、でもミマは自分のものなんだというふうに考えてしまったわけですね。なぜなら原宿で買った時の紙袋に入っていたからですね。ミマは原宿で買い物してないんですよ。でも原宿で買い物をしたって言って写真を載っけて、その紙袋を持っているというものを日記で見たから、あれは私なんじゃないかなというふうにこう意識が混濁してごちゃ混ぜになっていってしまっているということですね。ということで村の殺害事件が起きて、なんだか気まずい雰囲気のまんま、ドラマの撮影の現場に行ったら、スタッフがミマについて噂話をしているということがありましたよね。呪われた女優かとか、なんかいろいろ言ってるわけですね。それを聞いてルミちゃんがミマに気にしちゃダメよというふうに小声で言いました。するとミマは、私生きているのかな、ひょっとして私あの時トラックに轢かれてそれからずっと夢の中にいるのかも、というふうに言っていました。まあトラックに轢かれてっていうのは一番最初のね、あの繰り返しのシーンになる一番最初に起きたことなわけですけれども、これミマの精神が非常にやばくなってきているという描写のように感じますけれども、皆さん思い出してください。ミマのドラマ最初の収録の時を、あの時ミマはずっとですね、自分のセリフ、あなた誰なの、というセリフをもう繰り返し繰り返しつぶやいて本番に挑んでいましたよね。あの時と今と非常に似たシチュエーションじゃないかなというふうに感じますよね。つまりこの言葉、私生きてるのかな、ひょっとして私あの時トラックに轢かれてそれからずっと夢の中にいるのかも、というこの言葉、これはミマが今の心境を吐露したものではなくて、次にミマが言うセリフを練習していたんじゃないかというふうにも考えられますよね。というかですね、この映画ある時期からずっとドラマなんだと思います。もうずっと劇中劇ですね。ただ現実と劇中劇、まあドラマダブルバインドが並行してミマの中ではどっちが現実でどっちがドラマなのかというのがよくわからない状態になったまま、どん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 人生が進んでいってしまっているという状況なんだということですね。ということでミマの殺人シーンの撮影ということになりました。まあ、テストの時よりも息を荒めにして、殺した直後という感じを出してくださいねというふうに演出つけられていましたけど、まあ、この舞台ですね、丸い舞台の上で殺人を犯したというシーンなんですけど、これは前にミマがレイプされたシーンを撮った時の場所であって、まあ、ラストで内田警備とまあやり合う場所でもありますよね。では本番いきます、よーいスタートというとミマが気を失うということでした。気を失ったミマが目覚めると、そこはドラマの中でした。自分の名前は言える？と聞かれると、私は霧越ミマ、仕事はアイドル、いえ女優です、大変なお仕事ね、だけど自分で選んだことだから、というセリフを言っていましたよね。この自分で選んだことだからというのは、時系列順に言えば一昨日の夜ですね、ルミに対して言ったセリフと同じものですね。つまりミマはですね、ずっとドラマの中にいるんです。ミマはドラマと現実の区別が、まあ、憑依型だからこそこのつけられなくなっているというのがあるんですけど、これは僕たち観客も同じような状況に、映画を見ていてなるということになりますよね。でこの後もドラマシーンがどんどん続いていって、結局このミマが演じている役というのは解離性同一性障害、まあ平たく言うと多重人格であって、殺人を犯したのは霧越ミマであって、彼女の元の人格である高倉陽子はドラマの登場人物になっているということで、まあ、このドラマは終わっていくというふうになるわけですね。でこのシーンをビデオでチェックをするとですね、セリフが変わっていて、自分の名前は言える？というふうに聞かれたミマは、私は高倉美香というふうに言っていたわけですね。仕事は？と聞かれると、私はモデルよというふうに言っているわけです。セリフが変わっているわけですね。まあ、正直もう分かったよと思われるかもしれないけど、何度も言いますけど、ミマは憑依型俳優なわけですね。役と自分自身の区別がつかない状態なんですね。この憑依型俳優っていうのは、まあ、稀にいるというかあるんですけれども、
有名なところだとあのダークナイトのヒース・レジャーですね。彼はダークナイトでジョーカーをやった後、まあ、死んでしまったわけですけれども、まあ、一説にはジョーカー役に入れ込みすぎて、まあその後精神的にみたいなね、そんな風に言われたりもしていますよね。あと日本で有名なのはタミヤ二郎ですね。白い巨塔の財前教授役をやっていたでおなじみのタミヤ二郎さんなんですけれども、彼も白い巨塔で財前をやっている時にもうどんどんおかしくなっていって、まあ、白い巨塔はね最後財前が死ぬわけですけれども、その後自分はどうしていいのかわからなくなってしまったというふうに周りに漏らしていたりとか、まあもともとね結構うつ状態だったり、まあ、躁状態だったりが激しい人だったらしいんですけれども、たまたま乗っていた飛行機に急病人が出てね、この中にお医者様はいらっしゃいませんかと言った時に、真面目な本当にね真面目な顔で医師の財前だがというふうにタミヤ二郎は名乗り出たとか出ないとか、まあ噂なんでどうなのか実際のところは分かりませんけど、そういうふうに言われるぐらいタミヤ二郎は、財前になりきっていたわけですね。で最終的には、まあ、猟銃自殺をしたわけですけれども、白い巨塔の撮影が終わってしばらく経ってね、まあこういう役と自分自身の区別がつかなくなってしまうぐらいに役にのめり込むという役者さんはまあまあいるわけですね。で美馬ちゃんもそのタイプなんだというふうに思います。ドラマの中で自分の名前は言える？と聞かれた美馬は、私は霧越美馬というふうに答えていました。でも実際のセリフ、ビデオに映っていた実際のシーンでは、私は高倉美香というふうにちゃんと喋っていたわけですね。これはつまりどういうことかっていうと、美馬ちゃんはあのシーンで完全に役になりきっていたんで、私は霧越美馬と言ったつもりだったんです。でも実際にはちゃんと役名としての私は高倉美香というふうに言っていたんですね。仕事は？と聞かれて、アイドル、いえ女優ですというふうに美馬ちゃんは言ったつもりですけど、実際にはちゃんと台本に書かれている通り、私はモデルよというふうに言っていたんです。そのぐらい現実と役っていうのはごっちゃになっているというか、完全に自分のものにしているというか、入り込んでいるというか、そういったことを美馬ちゃんは役の中でやっていたということになるわけですね。だからここでビデオチェックの時と実際の現場の時とセリフが違って僕たちに聞こえているっていうのは、そのぐらい美馬ちゃんは役に入り込んでいたということを示しているということですね。美馬は精神的にすごくおかしくなってるっていうところも多少あるんですけど、それよりも何よりも女優という職業が天性の仕事なんだということをここで確認できるんじゃないかなというふうに思います。さてついにドラマがクランクアップしました。やったねー、おめでとうということですね。ここから先は現実パートということになります。現実パートと見せかけて実はとかじゃなくて、ここから先は本当に現実パートだということですね。もうドラマなのか何なのかよくわからんというパートは終わりです。ここからは分かりやすいということになりますね。で内田警備と美馬ちゃんが出会って襲われるということですね。で内田警備がこう言いました。お前の声なんか誰にも届くもんかというふうに言っていましたね。これはアイドル美馬のファンの誰にもという意味ですね。現実美馬は偽物ですから、偽物の恋なんて誰にも届かないわけですね。すると美馬はこう言いましたね。あなた誰？どうしてこんな？と言うと、僕の大事な美馬凛を守るんだと言っていましたね。私が美馬よというふうに言っていました。まあずっとね、あなたというのは何なんだろうということをあるわけですけれども、このあなたというのはですね、美馬のことではなくて美馬の、まあ、ドッペルゲンガーですね、よく似た別人、それを追っているもののことをあなたと言っているわけですね。まあアイドル美馬を見てあなた誰なのってずっと言ってたわけですけど、アイドル美馬っていうのは美馬ではないわけですね。当然あれは何だったのかというと、アイドルである美馬の姿を追っている、まあ、ルミちゃんだったり、無数のファンの総意だったり、そういったものだったわけですね。まあ千と千尋の顔なし
に共通するような、そんな感じのものかなというふうに思います。まあ、内田警備は美和をレイプしようとするんですけど、それが失敗に終わったわけですね。そうするとダメじゃないか、台本通りにやらなきゃ、さあテイク2だというふうに言っていました。この台本通りって何のことだろうというふうに思うと、おそらくルミが作った台本だということでしょう。ルミがおそらくですね、内田警備に対してこういう段取りで現実未満を殺しなさいということを言っていたんですね。あれは偽物だから、私たちの本物の未満はちゃんと事務所がしっかりと保護しているから、あの偽物の未満を殺しなさいというふうに言って、というか、まあ美馬本人からそういうふうに言われて、というか依頼を受けて、というかね、ルミちゃんが化けている美馬ということになるんですけど、それを実行しようと内田警備、まあミーマニアはやろうとしていたということですね。でもまあうまくいかずに、美馬ちゃんは内田警備の頭を金槌でかち割るということをしました。おそらくこの時内田は死にました。あれをやられたらね、おそらく死ぬでしょう。ということで、はい、オッケーですとなって、わーという歓声が聞こえたということがありましたけど、これはですね、完全な純粋な美馬の妄想です。現実逃避、人を殺してしまったことに対する現実逃避として、これはドラマなんだわと思いたいということですね。だからここだけ唯一完全な美馬の妄想ということになります。まあ、これが撮影だと思いたい。実際は違うけどというシーンですね。ここでミマは殺人を犯したというふうに考えていいというふうに思います。ということで、ボロボロになったミマを見つけたルミちゃんは、帰りましょうと言って抱えてミマの部屋に行ったわけですね。戻るわよミマの部屋にというふうに言っていました。このミマの部屋というのはルミちゃんの部屋だったわけですね。実際にはアイドルミマというものを忘れられない、自分と同一視しているルミの部屋というのが、まあ、ミマの部屋だったということになります。で、ここでですね、ミマちゃんが社長に電話をしたけど出ないということがあって、映像では田所社長と内田警備が、まあ、ルミに殺されたという描写が映るわけですね。まあ、ルミが殺したっちゃ殺したんですけど、まあ、実際にはおそらくミマがもう内田のことは殺していたんで、すでに死んでいた内田をルミがもう一度、まあ、自分なりのやり方で、まあ、死体処理したというか、殺し直したというか、そういったことがあったんだというふうに思います。まあ、これ見てわかる通りですね、ルミちゃんの殺人には目を潰すという法則があるわけですね。ルミは必ず目を潰します。これはですね、アイドルミマのことではなく、現実ミマを見ているから、現実ミマというものを見たものを、ルミちゃんは目を潰して殺すということをしたんだと思います。脚本家は当然ね、現実ミマを女優として、レイプシーンを描いたりいろいろしたから目を潰す。写真家の村野も現実ミマ、アイドルではなく現実ミマを写真に撮って見ていたから目を潰した。田所社長もアイドルミマを卒業させて現実ミマを女優にしようとしたということで目を潰した。じゃあ内田はということですね。内田はルミの完全なるしもべとして、いいように動かされていたのに、なんで内田まで目を潰されて殺されているんだろうということなんですけど、内田警備はですね、ずっとアイドルミマを追っていたんですけど、まあ、最後の最後でですね、ミマのことを犯そうとしたわけですね。レイプしようとしました。なんで内田はそんなことをしようとしたのかというと、あのミマを俺が犯すんだという願望があったからミマを犯そうとしたわけですね。だからルミは内田もアイドルミマではなく現実ミマを見ていた男だというふうに判断したわけですね。だからルミちゃんはミーマニアさんはちょっと失敗だったけどというふうに言ったんですね。このちょっと失敗だったけどっていうのは、自分が思い違いをしていたっていう意味ですね。ミーマニアはアイドルミマだけを見ている存在なのかと思っていたけど、最後の最後に現実ミマを見ちゃったよね、失敗失敗みたいな、そういった意味のセリフだというふうに思います。ということで、なんとルミちゃんがですね、なんかバニーガールみたいな衣装を着て出てくるわけですね。見た目はアイドルミマでも鏡の中はルミちゃんということです。
鏡の中と現実の見た目が違うわけですけれども、鏡の中というのは何かというと、よく似た別人だということをこの映画の中では僕は定義をしたわけですね。つまり今のルミちゃんは完全に自分はアイドルミマだというふうに意識していて、鏡に映っている太ったルミちゃんというのは別人なんだというふうに自分の中では解釈しているわけです。まあ内田警備もですね、パソコンに向かってミマの日記とかいろいろ書いているとき、完全にミマになりきって日記を、読んでいるというか書いているというか、そういった描写がありましたよね。ミマの声で日記を読んでいるというか、そういったシーンがありましたよね。まあそんなもんです、ファンって。男でもね、アイドルを見てると、アイドルになりきるっていうところはね、まあ多少あるでしょう。僕もね、ももクロが好きなわけですけれども、ももクロの歌を歌ったりするわけですね。でその歌を歌う時って、やっぱね、ももクロになりきって歌うっていうところが、まあ多少ありますんでまあそんなもんですよ。自分の偶像というかアイドルというものは、それに、なりきっちゃうっていうところがあるんでしょうね。でルミちゃんとか内田はそれがすごく行き過ぎている人たちということだと思います。ということで、ルミミマ、略してルミマちゃんはですね、ものすごく軽やかにジャンプしたり飛んだり跳ねたりするわけですけれども、これはアイドルミマのファンには、ミマはこういう風に映っているよということを描写しているわけですね。あの走っているシーン出てきますけど、アイドルミマはピョーンピョーンって飛び跳ねているのに、そのガラスに映った現実ルミちゃんはものすごい形相で、走っているっていうのがありましたよね。そういうことですよ。なんていうかな、アイドルはうんこしない的なのと同じような感じ。アイドルミマちゃんは必死に走っていても、まるで跳ねているように僕たちには見えるよねみたいな、そういうのをあれで表現しているわけですね。で、街中を走り回って逃げ回るという描写になりますね。でミマはこう言いました。お願い、ルミちゃんなんでしょ、目を覚ましてというふうに言っていました。これよく考えると、このセリフ非常に変ですよね。どう考えてもルミちゃんです、あれは。太ってるしね。でもちょっと疑ってるんですね、ミマは。ルミちゃんなんだよねと。どうしたのルミちゃん、目を覚ましてというふうに言ってるわけですね。まあやっぱいろんなことがあって、多少自分の目というものにも自信がなくなっているとか、そういったところがミマの中にもあるんじゃないかなというふうに思います。まあもしかしたら、あまりにもルミちゃんがアイドルミマになっているんで、ミマの目からもルミちゃんがアイドルミマに見えているというか、そういったところがあったのかもしれないですよね。ということで、いよいよね、映画もクライマックスとなってきました。ミマとルミの会話ということですね。アイドルミマがこう言いました。ミマはアイドルなんだよ。あんたは汚い偽物よ、というふうに言っていました。するとミマがこう答えます。そんなの知らない。私は私よ、というふうに言っていました。いやー、よく言ったねって感じですね。これまでですね、ドラマの役と一体化していたミマだったんですけど、この今のルミちゃんの姿を見て、あんなの私じゃないと思ったわけですね。アイドルミマの姿を見て、あれは私じゃない、私は私だと、私こそが私だ、あそこにいるアイドルミマは私じゃない、私が私だ、というふうにミマは思うことができたんです。ここでやっと初めてミマはしっかりと自分は自分、これが自分だということを確信できたわけですね。この時点をもってミマの様々な迷いとか不安、幻影というものがもう全て消えました。だからこのセリフと同時にですね、偶然か必然か分かりませんけれども、ルミちゃんが被っていたミマのカツラが取れて、ルミの姿が、今までアイドルミマだったのが、あのいつもの太ったルミちゃんに変わったということがあったわけですね。ミマはですね、もともと迷いなんかなかったわけですよ。もともとチャムを卒業して、私は女優になりたいと自分で決めたし、レイプシーン、ヘアヌードだって自分でやると決めたわけですけれども、ただもちろんね、自分としてもできればやりたくないなっていう思いもあったし、周りの圧力っていうのもあったし、で、憑依型俳優
というね、この自分の中にある新たな一面の発見というものが逆に自分自身の精神とかそういったものを崩壊させるというか、まあくじけそうになっていたというところがあったわけですね。でもこの偽物アイドル美馬の姿を自分にはっきりと見せてくれたルミちゃんのおかげで美馬は救われたわけです。私は私というふうに美馬はここで完全に思うことができたんですね。だから美馬はルミちゃんによってある意味救われたということがあるんだと思います。ということでガラスに突っ込んで腹を破いてしまったルミちゃんはですね、うわーと言いながら車道に出てって、そしたら、まあ、コンテナ車に轢かれそうになるということがあったわけですね。まあ、コンテナ車のあのライトが自分を照らすスポットライトのように感じて、わーと手を挙げてですね、ミーマリーンという風な歓声が聞こえているのを想像しながら、ルミちゃんはこのまま死んでしまうのかと思いきや、なんとミマがルミを助けたということですね。まあミマがここまで来れたのは確実にルミのおかげなわけですね。で、まあ皮肉なことではあるけど、ルミの蛮行というか、気候というか、そういったものによって自分というものの真実に気づくことができたというのもルミのおかげなわけですね。ミマのことを不幸に貶めようというふうにしたルミではあったんだけど、まあやっぱりミマにとってルミっていうのは非常に大事な友達というか、上司というか、マネージャーというか、まあ一心同体というかね、そういった存在だったということもあって、まあ体が勝手に動いてルミちゃんを助けたということなんでしょうね。えらいね、ミマリンはね、ミマリンはいい子ですよ、どうからどう見てもねえ。ということで本当のラストですね。まあ、精神病院的なところにルミちゃんは入院しているということで、それをお見舞いに来たミマちゃんということがありました。まあミマの存在にはルミは全くもう気づくことがなくですね、独り言をブツブツ言いながら歩き回っているということなんですけれども、ルミが鏡の前に立つと鏡の中にアイドルミマがいて、まあ、現実の世界はルミちゃんがいるということになっていたわけですね。この前のシーンでは現実の世界にアイドルミマがいて、鏡の中はルミちゃんだったわけですね。まあ、これが、まあしばらく月日が経ったことによって逆になっている。鏡の中にアイドルミマがいて、現実世界にはルミちゃんがいるということは、これはつまりここでの治療がそれなりにうまくいっている、成果が出ているということを表しているんだと思っていいと思います。少なくとも自分自身のことを完全にアイドルミマだというふうには今のルミちゃんは思っていないということですね。だから先生も時々ルミには戻るんですけどみたいなことを言ってはいましたからね。で、こんなルミちゃんのもとにミマがお見舞いに来ているっていうのは、まあもちろんこれまでの感謝というのもあるわけですね。実際ルミちゃんがいなかったらミマはここまでは来れなかったというところもあるんで、これまでの感謝の気持ちがあるから放っておけないというところもあるし、まああとね、正当防衛とはいえ、ミマは金槌で内田警備のことを殴り倒していますから、おそらく内田のことは殺しているわけですね。ただそのおそらくもう死んでいたであろう内田のことをルミはとどめを刺すという感じで目をえぐりにわざわざ出向いて追撃をしてくれていたんで、おそらく内田警備殺害の罪は全面的にルミのものになっているんですよね。ミマちゃんが内田に対して何らかの、まあ、正当防衛だろうが何だろうが暴力行為を振るったということはおそらく全くないことになっているというふうになっていると思うんですよ。内田に襲われて命からがら逃げましたっていうのがミマですということになっていると思うんですよね。だから私の罪、まああれが罪にはならないとは思いますけどね、どう考えても正当防衛ですから、だから罪にはならないにしても殺人を犯したという罪に対して、それを図らずともかばってくれている、自分の罪をかぶってくれているルミへの償いという面もこのお見舞いには、まあ、あるのかなというふうに思います。ということでオーラスですね、車に乗ったミマがバックミラー越しに自分の顔を映してですね、私は本物だよとつぶやいておしまいと、映画はおしまいということになるわけですね。さてこの
バックミラー越しの私は本物だよというセリフ、これ一体何なんでしょうか。まあメタ的なセリフというふうに考えていいと思います。だから独り言ではなく、僕たち観客に向けてあのセリフはあったんだということですね。で、私は本物だよっていうのはどういう意味なのか、これは多分ミスリードだと思うんですよ。いろんなことがあって、ミマはいろんな幻影とか、いろんなことがあったけど、最終的に今の私は本物だよというふうにミマが言っているんだという間違った先導を、制作者側は僕たちにさせようとしてるんじゃないかというふうに思うんですよね。ミマはですね、最初から最後までミマがミマではなかった時というものはおそらく僕はなかったんだと思うんですよね。ミマは最初から最後までずっとミマだったわけです。ミマだったり殺人鬼だったり、まあ、アイドルミマだったり、そういったことがあんまなかったと思うんですよね。まあ、強いて言えばドラマの撮影で役になりきっている時はミマではなくドラマの登場人物、まあ、高倉陽子、それになりきっていたというのはあったんですけど、それ以外はミマはミマだったわけですね。アイドルミマが出てきましたけど、あれはずっとですねミマとよく似た別人、偽物だったわけですね。つまりこの私は本物だよというこのセリフ、この私は本物だよという私はというのは、今の私はこの私はという意味じゃなくて、この映画に出てきた私はずっと本物の私だったんだよっていう、なんていうかな、この映画すごく複雑なんですけど、この複雑な映画の答えをこの最後に教えてくれている僕たち観客に対して、ミマが教えてくれている、そういう意味のセリフがこのラストのセリフなんじゃないかなというふうに思いました。ということで、今回はパーフェクトブルーについてのスグワの独自解説ということでした。まあおそらくミマがね、心の中ではチャムに戻りたいと思っているけど、それができないで苦しんでいるという見方をしていた方いるんじゃないかと思うんですけど、別にそれが間違いだというわけじゃないんですけど、僕の考えはこういう考えだったんで、これを独自解説見たらですね、ぜひもう一回パーフェクトブルー見直してみると多少ね、見え方が変わってくるかもしれないなというふうに思ったりします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ということで、パーフェクトブルーでした。あー、疲れたでもね、やっぱね、今回本当に時間かかって、これを、まあ、考えるのにね、相当終わんねえなーって思いながらずっとこの映画をまとめていたわけですけれども、まあ面白いですよね。本当にコン・サトシは天才だというふうに思いますし、コン・サトシ作品を見るたんびに本当にね、本当に惜しい人を亡くしたというふうにもう思わざるを得ないという感じがあるんですけど、まあこの、僕こういうタイプの映画がまあ好きなわけですけど、なんていうかな、一つの物事、一つのアイデアっていうのをいろんな方向から僕たちに見せてくれて、でその中で僕たちを煙に巻こうとしたりとか、作ってる側がね、時には煙に巻こうとしたり、時にはストレートに答えを教えてくれたりとか、そういったのがいろんな角度からこう撮られていて、それが実際には一個の物語としてつながっているみたいな、こういうお話がね、僕まあ好きで、それを考えるのもまあ楽しいわけですね。なんでここはこういう演出になってんだろうとか、なんでここでこんなセリフがあるんだろうとか、まあ、特にね、田所社長とルミちゃんが話し合いをしている中にミマがいる時に、ルミちゃんのこのセリフを言った時にミマの目がハッてなるとか、そういう描写があるじゃないですか。なんでここでミマはハッとしたんだろうっていうふうに考えられるように作られているわけですね、この映画は。そういうところがね、面白いわけです。これって結構アニメーションならではというか、実写だとなかなか難しいんですけど、アニメだと全ての動き、それこそ髪の毛一本、指一本に至るまで全てが決められた動きをしているわけですよね、アニメーションっていうのは。わざわざアニメーターがそういうふうに動かして絵を作っているわけで、
それにははっきりとした演出意図っていうものがあるんですよね。だからアニメっていうのは非常に演出家、まあ監督の伝えたいことというか、そういったものがものすごくストレートに現れているのが、まあアニメーションかなというふうに思うんですよね。だから僕は作家性のあるお話が好きなんで、アニメーションこそが作家性というものを一番存分に発揮できる媒体かなというふうに思ったりはするんですよね。ただなかなかね、アニメーションの場合、すべてを計算で自分で動かす、絵を描いて動かすということが、すべてが自分の中にある計算で成り立っていくんで、そうすると、まあ例えばキューブリックの映画みたいな実写の場合だと、キューブリックすら考えることができなかった動きとか表情とか、そういったものを引き出すっていうのはなかなかアニメーションだと難しいんですよね。まあ庵野監督はエヴァとかでそれをやろうと思ったんだと思うんですけど、実写だとね、ふとした役者のちょっとした思いつきとか、まあアドリブとかそういうことですね、そういうのとか話し合いとかで監督のイメージよりも超える作品っていうのができる可能性があるのが実写だと思うんですけど、ただアニメーションの場合は監督の考えを忠実に再現することができるというところがアニメーションのいいところで、実写の場合監督の考えを忠実に再現することができない場合が大多数だと思うんで、もう本当はそうじゃねえんだけど、もう時間もねえし、しょうがねえからいいやそれでっていう風にね、実写の場合はなりがちですからね。まあそういった違いがあって、まあどっちも面白いというところはあるわけですね。ということで、今回はパーフェクトブルーでした。いやー面白い映画だ、本当に面白い映画でした。長い動画になりましたけど、最後まで聞いていただいた方いますでしょうか。ありがとうございました。いやー疲れました。まあ、今回ね、多分解説動画の中にもいろいろイラストを描いてみたりするっていうのをねやってみたんですけど、このパターンが今後もずっと続くというわけではありませんので、まあアニメの場合描きやすいんでね、まあちょっとやってみたという感じでした。ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ツイッター、インスタフォローよろしくお願いいたします。サブチャンネル、そして LINE スタンプ、本、いろいろとありますんでよろしくお願いいたします。あ、それとぜひね、チャンネル登録の横にあるベルのボタンもね、押していただけると僕の動画が上がりましたよという通知がピローンと来るようになりますんで、ぜひそっちも押しといてもらえると嬉しいなというふうに思っております。それでは、今回は今智史監督デビュー作ですね、パーフェクトブルーについてお話をいたしました。お聞きくださいましてありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。